2月1日、バイデン大統領は連邦議会の上下両院合同会議で就任後初の一般教書演説を行いました。演説の冒頭でロシアによるウクライナ侵攻を非難し、またロシアの航空機がアメリカ領空を飛行することを禁止すると発表しました。バイデン大統領は演説の中で2回中国に言及しました。 1>, 1回目は超党派インフラ法を成立させた議会への感謝の言葉を述べた際ですインフラ法はアメリカを変革させ21世紀に我々が直面する世界特に中国との経済競争を勝ち抜くことにつなげます習近平総書記にも言いましたがアメリカ国民を敵にするのは決して良い判断ではありません 昨年11月、バイデン大統領は5,500億ドル、約62兆7,700億円規模のインフラ法案に署名しました。高速通信網の整備、道路や橋などの老朽化したインフラの補修に充てられます。2回目の中国への言及は、バイデン氏が超党派イノベーション法案に言及した際です。 しかし、将来における最善の雇用を獲得するためには、中国やその他の競争相手と公平に競争する必要があります。だからこそ、議会に提出されている超党派イノベーション法案を可決し、新たな技術とアメリカの製造業に大規模な投資を行うことが極めて重要です。かつては GDP 比2%を研究開発に投資していました。今はそうではありません。できないのです。対して現在、 中国がそうです。約2500億ドル規模のアメリカイノベーション競争法は中国共産党政権を念頭にアメリカの競争の向上を目的としています。アメリカの技術、研究の強化、マイクロチップなどの半導体製造のために2000億ドル以上の資金が投じられます。NTD ジャパンがお伝えしました。